はい。どうも皆さん、こんにちは。イ前かコです。それでは今回なんですけども、キャッシュがクイックペイ決済で還元の対象、4月10日から順次発送開始へ、ヤフーカードや楽天カードに関する情報も解説ということで、今回はビザプリペイドカードでおなじみのキャッシュと、その他にもヤフーカードの、まあ、クイックペイのキャンペーンですとか、あとは楽天カードに関するちょっとした情報がありましたので、大きく3つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。それではまずはこちらからですね。 じゃんということで、こちらヤフーカードの話題からですね、Apple Pay のご利用で最大300円相当の T ポイントがもらえますということですね。こちら簡単に言うとヤフーのクレジットカードをお持ちの方であれば、このキャンペーンに参加ができますよというようなキャンペーンとなっておりまして、一応このキャンペーンなんですが、エントリーというのが必要、必質となっております。2020年の3月30日月曜日からもうすでにエントリー始まっておりまして、2020年の5月の31日日曜日までがエントリーの期間となります。 でですね、このキャンペーンなんですけども特典、まあ、としてアップルペイを1回ご利用ごとに50ポイントがもらえるとそして合計6回のご利用で最大300ポイントがもらえるというキャンペーンとなっています。 まあ、こういったキャンペーンですね。まあ、いかにお得にこのポイントをもらえるかということで、まあ、せっかくなので一つ例を挙げたいと思います。それがこちらですね。じゃんということで <laughs>、もう、おなじみのうまい棒ですよね <laughs>。もう、とりあえず、今回このキャンペーンに関してはいくら以上使わないといけないっていうのがないので、まあ、とにかくうまい棒を6本買えば、まあ、その1回のご利用というのが条件なので、うまい棒1個購入して、また次も購入してっていうのを6回繰り返せば、今回のポイント ポイントを最低限に抑えてできる今回のこのキャンペーンの対象者なんですがホームページ上部に対象ですと記載されている方というふうにありますまあちょっとキャンペーンページ一部抜粋して実際僕が対象なのかどうかっていうのをですね見てみたいと思うんですけどこちらです ドンということで、〇〇さんは本企画の対象外ですということで、一応その Yahoo のクレジットカード持ってるんですが、なんと本企画の対象外なんですよね。まあ元々そのくなんでこれが対象外なのかってわかんないんですが、もしかすると僕の Yahoo カードがクイックペイにもうすでに 設定をしてるからかなとか思ってたりとか、ま JCB なのかなっていうか、まあちょっと理由がわかんないんですけど残念ながら僕は対象外なんですよね。で、一応このキャンペーン参加できそうな方いらっしゃいましたら、キャンペーンの参加方法ですけども、先ほどお伝えしたようにまずはエントリーを実施します。で、iPhone をお持ちの方であれば、Apple Pay を設定して、iPhone のウォレットのアプリから Yahoo カードを簡単に登録できるので、ぜひそちらをやってみてください。そして最後に、クイックペイ対応のお店であれば、お支払いの時に iPhone かざしてクイックペイで、 支払ってみてください。まあ、店員さんにもクイックペイでお願いしますって言えば大体伝わります。コンビニとかでもドラッグストアとかでも最近結構使えるので、ぜひそういった方法でもやってみるのもいいんじゃないかなと思います。他の細かい情報なんですけども、もう上から見ていた,いただきたいんですが、今回は対象かどうかっていうのは必ず確認してください。これに関してはキャンペーンのページからログインしていただければ、ご自身が対象かどうか確認することができますので、まあ、一応リンクから見てみてください。そしてエントリーが必須と。で、決済は2020年の6月の末まで行えば、一応キャンペーンの 参加可能ということになりますね。で今回申請されるのはティーポイントの通常ポイント、そして申請の時期に関しては2020年の8月の末頃ということでしたので、まあぜひですね参加される方は参加してみてください。以上がヤフーカードのキャンペーンについてでした。それでは次ですね。じゃということで次は楽天カードの話題ですね。もう今出てるようになんとですね楽天カードで タッチ決済が可能になるんですよ。これ、ちょっと前にツイッターでちょっと知って、え、そうなんだと思って、まあ、せっかくなので、ちょっと簡単にだけちょっと調べてみました。まあ、タッチ決済っていうのは、今イラストにもあるように、カードをリーダーにかざして決済ができる、まあ、最近ほんとトレンドになりつつあるような決済方法ですね。で、全ての楽天カードが対象かということかどうかなんですけども、なんとそうではなくてですね、ビザとマスターだけが対象となってるんですよ。でですね、僕は JCB を持ってるんですけども、JCB とアメックスに関しましては、 なんとですねタッチ決済の対象外になってるんですよね。あとは楽天銀行カードもタッチ決済の対象外となっております。で、すでに Visa とかマスターの楽天カードをお持ちの方であれば、この文の下にも出てるように、会員サイト楽天 E ナビよりタッチ決済対応版のカードの作り直しが可能ですということですので、まあ、これぜひですね、まあ、ちょっと体験してみたい方であったりとか、いやもうすでにもうタッチ決済じゃないとダメっていう方がいらっしゃれば、早い段階でもうこういった対応というか、まあ、作り直し、 するのも一つの方法なんじゃないかなと思います僕はちょっと使えないであの切り替えれないのでちょっと羨ましいなという思う部分はあるんですけどもまあぜひタッチ決済使ってみたいなって方は利用してみるのもいいんじゃないかなと思います以上が楽天カードについてでしたそれでは最後はこちらですねじゃんということでキャッシュですねビザープリペイドカードでは同じのキャッシュでございますまあ、今回ですねこのキャッシュについていくつか情報がありましてなんとですねクイックペイプラスキャッシュで クイックペイプラス利用でポイント付与の対象になるという情報が今回出ておりました。で、全部が全部クイックペイプラス付与の対象ということではなくて、今現在は Google ペイのみが付与の対象となります。なので僕 iPhone ユーザーなんですけども、iPhone の方はクイックペイプラスまず登録ができないので、まあそれはちょっとポイント付与の対象ではないということですね。で、今回そのクイックペイプラスもし Google ペイ利用の方であれば登録できるカードなんですが、それがこの今出てる3つの通りですね。キャッシュカード、キャッシュカードライト、キャッシュ カードバーチャルということで、キャッシュカードに関しては今回新しく発行されるキャッシュですね。そしてこのキャッシュカードライトに関しては、あの水色のこれまで従来のキャッシュのカードですね。で、もうこ,このキャッシュのカードバーチャルっていうのはバーチャルカードですね。で、還元率なんですけども、キャッシュカードの場合は1%還元。これいいですよね、1%還元。そしてもっといいのはその2番目のキャッシュカードライトなんですよね。 一応ですね、2020年の5月の1日を0.5%ということでしたので、まあ以前もね、ちょっと発表があったように、4月いっぱいまでに関しては、従来の水色のキャッシュでも1%が還元されますので、これはちょっといいなと思いました。そしてキャッシュカードバーチャルに関しては0.5%還元となりますので、まあもしちょっとキャッシュをヘビーに使われる方であれば、まあ普通のリアルカードを持つのも一つの方法じゃないかなと思います。そして登録された方でもう決済するときは先ほどもちょっと出てきたんですけども、あとですね、ちょっとした 追加情報キャッシュに関する追加の情報なんですけども発送開始日っていうのがちょっとメールが来ておりまして大変お待たせしておりますがキャッシュカードを2020年4月の10日金曜日より順次発送いたしますというメールが来ておりましたので新しくキャッシュの発行された方に関してはあの900円の手数料を払った方に関しては一応この4月の10日より来るということでしたので、まあ、ちょっとこれに関してはワクワクしますね 一応メールの方にもちょっと追加ではないんですが少し発送の順番に関しても記載がされておりましてまあちょっとこのまま読みたいと思うんですが発送はお申し込み順となります3月末日までに本人確認が完了したお客様は4月下旬までに全ての発送が完了する予定です5月になってもお手元に届かないお客様は大変お手数ですがご連絡くださいまた個別の発送日のお手合わせにはお答えいたしかねますのでご了承くださいということでしたので まあ、大体5月までにはほとんど届くということですね。まあ、あと1ヶ月ぐらい、まあ、のんびりと待つのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、遅い、もう、これは全然届かないという方は、もう早い段階でキャッシュに問い合わせして確認するのもいいと思いますね。で、一応、発行のステータスということで、これ以前ね、僕の動画でもちょっと紹介したと思うんですけども、これキャッシュの、え、メールの方から参照させていただいてます。一応、発、キャッシュのページを開くと、この発行ステータスっていうのが見ることができまして、今、赤枠で囲っているような 発送情報を確認という項目がございますので、それをタップします。するとこんな風に、発送情報を確認ということで、この郵便局の追跡番号が出てくるんですよね。まあこれはちょっと自分の例にはなるんですけども、ここからタップしたらご自身の追跡番号が出てくるので、まあ先ほどお伝えした2020年の4月の10日から、まあ実際にその追跡番号がどうなるのかっていうところですね。ご自身で個人個人マークチェックしていただくようにお願いします。以上がビザプリペイドカードのキャッシュに についてでしたまあそんなこんなで今回は Yahoo ーカード楽天カードそしてキャッシュについてこの3つについてお伝えをさせていただきましたいやまあ今回もそうなんですけども少し前ぐらいからこのクイックペイであったりとかあとはそのクレジットカードのタッチ決済に関する情報っていうのが結構僕的になんか増えてるなという印象がすごいあるんですよね去年まではスマートフォンのコード決済バーコード決済がすごい主流でめちゃくちゃ流行ってた 時もあったんですが、今回はそのね、立ち決済がどん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 徐々に徐々に、まあ、クレジットカード関連であったりとか、あとは携帯をかざすタイプですね、クイックペイとかが、まだまだこれからもじわじわと伸びてくるんじゃないかなと思います。まあね、そういった部分のキャンペーンとかも結構楽しみつつ、ま、還元に関してはちょっと低いかもしれないんですが、まあ、ちょくちょくね、お得をぜひ楽しんでいこうかなと思っております。今回紹介した公式のページに関しましては、下の概要欄貼ってますので、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 まあ、キャッシュレスと全然話題は関係ないんですけども、昨日ですね、僕の福岡県では有名なラーメン屋さん、シンシンというところでラーメンを食べてきました。まあね、この時期なのであんまり結構外食を控えてたんですけども、久しぶりにちょっと1ヶ月以上ぶりぐらいだと思うんですが、めちゃくちゃ久しぶりにラーメン食べてきたんですよね。で、お店もやっぱ店内入った瞬間にアルコール消毒であったりとか、店員さんもしっかりとマスク着用という感じだったので、まあ結構徹底されてるなと印象、プラスやっぱりこうお客さんがなんか、 ピーク時間僕避けていったんですけども、お客さんがやっぱ少ないなという印象ではございました。まあまだまだね、こういった状況を長く続くと思うんですけども、もう早く収束することをですね、祈るばかりでございます。もう早く大好きなラーメンをめちゃくちゃ食べまくりたいですね。ということで、ありがとうございました。